細川清氏は南北朝時代の武将、守護大名。室町幕府二代将軍、足利義昭の執事、伊勢国、伊賀国、若狭国守護。細川氏五代当主。三河国細川郷にて、細川和氏の子として誕生。父、一氏の死後、若年であったため叔父、頼晴の後見を受け、正平3年、昭和4年に、河内国四条縄手の戦いなどに従軍した。将軍、高氏及び、執事の高師直と高氏の弟、足利直義が争った、関能の上乱では、四国の軍勢を率い、高氏方として直義方と戦う。正平7年、文和元年に伊勢、伊賀両国の守護となり、翌正平8年、文和2年6月に直義の養子忠冬が京都へ侵攻した際には殿軍を務めて、後光厳天皇を警護し、近江国塩津では天皇を背負って山越えをしたと言われる。正平9年、文和3年9月には、若狭守護、評定衆、引付頭任に加え、相模上に部任される。翌正平10年、文和4年の忠冬勢との京都攻防戦では、当時の敵本拠を破る活躍をした。正平13年、延文3年に、高氏が死去して、二木頼昭が執事を退くと、二代将軍、足利義昭の最初の執事に任ぜられた。清氏は、自社勢力や、公家の反対を押し切り、文国の若狭において、藩税を強行するなど強引な行動があり、幕府内には、税執事、二木頼昭の弟議長や柴田勝家ら政敵も多かった。正平15年、延文5年5月、南朝に対する幕府の大攻勢の一環で、清氏は河内赤坂城を陥れるなど活躍した。この最中に、畠山国清ら諸将と反目した二木義長が文国伊勢に逃れ追討を受けて南朝に降ると、清氏は、幕政の実権を握ったが、将軍、義昭の意に逆らうことも多かったという。同年9月、将軍義昭が後光厳天皇に、清氏追討を仰ぐと、清氏は、弟来は、信氏らと共に、文国の若狭へ落ち延びる。これについて、太平記は、清氏失脚の首謀者は、佐々木道与であり、清氏にも野心があったと記し、今川貞代の南太平記では、清氏は無実で道与らに陥れられたと推測している。清氏は無実を訴えるものの、10月には柴田勝家の軍に敗れ、比叡山を経て、摂津国天王寺に至り、南朝に降った。12月には、楠木正成、関東頼房らと共に、京都を奪取するが、すぐに幕府に奪還された。正平17年、弘安2年、清氏は、細川氏の地盤である阿波へ逃れ、さらに、讃岐国へ移った。清氏追討を命じられた重帝の阿波守護、細川頼之に対しては、小豆島の佐々木信種や塩飽諸島の水軍などを味方につけて、海上封鎖を行い、白鳳城によって、宇多津の頼之勢と戦った。太平記によれば、清氏は、頼之の陽動作戦に乗せられて、兵を分断され、短期で戦って討ち死にしたとされる。故・忠氏は、清氏の死後も南朝に属して抵抗した。清治最後の地となった香川県坂出市には、清氏はじめ被官36名が埋葬された36や、細川将軍戦績碑などがある。ありがとうございます。